はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、車の中から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信を聞くにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、歯医者でございます。2週間前にね、神経を抜いた箇所にね、薬を流し込んでね、レントゲンを取って、でそれを確認してですね、でそのまた仮の蓋をして終わっておるんですけども、でそこからまあその順調にね、時が流れてですね、何事もなく本当に無事にね、過ごせております。もうほんまにね、その歯のこともそうなんですよね、その体のことに関してもね、ほんまに何もなくてですね、すごいね、順調にこと時が過ぎてるんですけどもね、ほんでまあね、特にどこ行くって予定もなくてですね、スーパーに行く予定もなかったし、ほんまに家でゆっくりね、過ごしておりました。まあ家の中にいてるんでね、そのマスクね、今日はしてますけど、マスクをね、まあ家の中ではすることがなかったんですけどもね、まあ今日のようにこういうふうに外に出てる時にはね、しっかりマスクをしてね、感染予防をしております。まあ皆さんはね、ご存知でしょうけども、僕はね、新型ウイルスが流行る前からね、もう一生マスク生活をね、余儀なくされてますので、まあ、今更ね、そのマスクにね、違和感なんてなかったんですけども、たくさんのね、マスクがこう世に出てきている中でですね、さまざまな問題が生まれていましたね。マスクをね、その長時間するとね、その唾液の分泌が減ってですね、口の中に悪影響が出るという悩みの中でね、虫歯になったりとかね、口臭がひどくなったりするなどね、感染から身を守っていてもですね、守れてない部分が出てきてしまうというね、そのあべこべな問題が出てきています。でそんな中でですね、そのマスクの問題でね、ここ最近すごい問題になっていることでですね、ウレタンマスクってあるじゃないですか。ウレタンマスクは NG やぞーとね、強く言っている人が、ね、いてるんですわ。新型ウイルスのね、警戒心からね、そのウレタン製などのね、その不織布以外のマスクを認めずにですね、ウレタンマスクの着用をね、批判する人というのがね、出るんです。でその人ら側のね、意見からするとですね、性能の差をね、すごい強調する意見がね、目立つんですけどもね、まあ、専門家からしたらね、場所とかね、その注意点をね、しっかり守ればね、使用には問題ないよとね、言っています。まあ、そのすごい神経質にはなるのはね、すごいわかるんですけどもね、まあ、それはね、その性能の差で考えればですね、不織布マスクを使った方が感染予防になるよとね、その実験でもね、立証されてますので、その気持ちはわからんでもないですけどもね、まあ、そこまで言うかってこう僕は思ってしまいましたね。まあ、というのもですね、東京都のね、とあるネイルサロンでのね、出来事なんですけど、お話なんですけどもね、お客様と従業員の安全をね、担保できないとしてですね、ウレタンマスクをつけてご来店されたお客様にはですね、不織布マスクを渡して付け替えを求めているというふうなそうです。まあね、入店拒否ではなくてですね、店側からね、不織布マスクを渡してつけてもらうということなので、店側が負担するだけでね、そのお客様の負担にならないことなので、まあ良かったんですけども、まあ、それにしてもね、少し攻撃的に聞こえてしまってたりしたらね、まあいろいろと評判とかがね、まあ、悪くなるので、まあ、伝え方とかね、考えなきませんよね。とはいうもののですね、不織布マスク以外は一切認めないというのでね、着用しないと入店をね、お断りするね、美容院もね、あるんですよ。いや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 、もっと伝え方があるやろってね、思ってね、ちょっとなんか同じ美容師としてね、なんか情けなくなりましたね。まあその美容院だけじゃないですけども、そのインターネット上ではですね、効果皆無、近寄るな、などのね、まあ過激な意見が並んでですね、ウレタンマスク警察とね、呼ばれる書き込みをね、する人たちもいてるんですよ。まあ、こうした人たちがね、その根拠とするのはね、その、まあ、理化学研究所ってご存知ですか？その理化学研究所などのね、その研究チームが行ったね、スーパーコンピューター、富岳のね、シミュレーションなんですよ。僕はね、その兵庫県にあるこのね、理化学研究所にね、見学に行ったことがね、ありますけどもね、あれはね、すごい施設ですよ、ほんまに。まあ、僕が行った頃は、まだ、富岳ではありませんでしたけどもね、その一個前にね、稼働してた
K っていうねスーパーコンピューターだったんです。研究所をね案内してくれた人にですね、あれが K ですよ言うてね、説明を受けてたんですけどもね、まあね、あれが K ですよって言っても遠目やったんですよね。遠目からしか見せてくれませんでした。ほんでね、まあここのね、ここじゃないですよ、その兵庫県の理研っていうのはね、世界で3本の指に入るねトップクラスの研究所なので、まあ医療機関の研究だけじゃなくてですね、各大手企業がね使ってるんですけども、まあ、その使い方というのがですね、まあ、一つの研究室っていうのを年単位で借りて、研究員はそこでずっと缶詰になってね研究を進めてるんです。まあそこは施設なので、研究所なのでね寝泊まりはできないんですけども、近くにね小さいマンションがあってね、まあ、そこから通ってるみたいです。そこのマンションのね前にはですね、それぞれの企業名がねバーンって書いてあったのでね、もう各企業が建てたマンションなんやろうなってね思いながらね見てました。でもね、その立地条件がねすごい悪くてですね、マンションから車で少し走って研究所に行かなければ、ね、いけないんですけどもね、もうそれ以外は全部ね山なんですよ。まあこの理化学研究所がね、なぜこんなに山の中にね作られたかと言いますとですね、もうめちゃくちゃ大きなね放射線照射ガンとね、そこから放射されたその放射線が実験に使われるために、その放射線の反応をね見ていかないといけないんですけども、その反応を見るために放射線を放ちっぱなしにしているその機械がねめちゃくちゃ大きいんですよ。あんなもんね、もう都心部はもちろんですけども、郊外にもね作れたもんじゃないのでね、まあしゃあなしであそこになってるんやなと思います。ほんでね、その放射線ガンをね利用したね顕微鏡があるんですけども、それを利用して様々な研究開発が行われていてですね、まあ、僕は美容師なので、その美容メーカーのね研究室に見学に行きました。あのねパーマ液やカラー剤がですね、髪の毛の中でねどんな化学変化が行われているのかというね研究を見てきたんですよ。その薬漬けになっている髪の毛一本をですね、こう四方八方からねその MRI のようにね観察することができて、それはすごい感動しましたね。もうねめっちゃマニアックなことなのでね、普通の美容師はね興味ないことなんですけどもね、僕はずっとね興奮しててね、ずっとここにいたいわと思ってましたね。ねもうマスクの話してるのね、興奮のあまりにね理研の話ばっかりしますね、すいませんね。でそのマスクの実験がその先ほど説明した理化学研究所で行われたんですよ。でその実験の結果でですね、不織布に比べてウレタンとか布のマスクっていうのはね飛沫のね遮断性能が劣るとされたんです。ただそのフェイスシールドやねマウスガードほどではなくてですね、理化学研究所の担当者っていうのはね、まあ特徴の差なだけであってですね、使うなという意味ではありませんとね強調しております。でそんな不織布のマスクっていうのはですね、気密性が高くてね息苦しさを感じる傾向も強いので、まあ呼吸器とか皮膚が弱くてね、その不織布を使えない人とかね、その運動用なのでね、その通気性の良いねウルタンマスクっていうのを選ぶ人もいてます。そんな中、そのね効果的なね着用法をね研究するね環境管理センターっていうのが東京にあるんですけどね、そこのね技術部長の人はね、まあどれもね一般的な使い方ならばね問題ないですよとした上でですね、密な場所や病院などでより注意が必要な場所では不織布で、換気の良い場所とかね長時間使い場合はウレタンマスクとね使い分けをね提案しております。でむしろそのね鼻を覆ってないなどね、その誤った着用での性能は大幅に低下しますので、材質よりも正しく使うことが大切だよとね強調しています。ただね、そのウレタンマスクっていうのは繰り返し使ったりね繰り返し力が加わったりなどするとですね、劣化するためにですね多くの製品で洗濯の回数っていうのに、ね、制限がね設けられてるんですよ。メーカーの担当者はですね、何度も何度も洗うとですねフィルターの能力が落ちるので、見た目が綺麗であっても説明書きのね回数を守って交換してほしいと話しています。ということなんですけどね、このようにね説明の内容をねしっかり理解しておけばですね、ウルタンマスク警察なんてね現れないと思います。今日がね2月16日でしょうね、明日にでもねワクチンの接種がね始まるなどとね言われてますのでね、人がね人をそうやってね縛り付けていてはですね、もうストレスがでね余計にこの体調が悪化してしまうのでね、そんな人はねぜひともですね穏やかに過ごしていただけたらね大変ありがたいです。そんな感じでね、そろそろ時間なんでね今からね歯医者に行ってきます。今日はねマスクの話しましたけどね、実は歯医者の日なんでね、歯医者のね問題点がね前回から今日まで、ね、なかったんで、今日はちょっとマスクの話をねさせてもらいました。今日の歯医者ですね、今入ってるその仮蓋を取ってですね、ピンク色の柔らかいやつを噛んでね歯型を取ると思うんですよ。でそこってから銀歯を形成して、それを今日じゃなくて次回に、はめに
来るんやと思います。ね、まあ、こうやってね一個一個ね進めていってもらうのはしゃあないんですけどもね、またね今日の結果はどうなったかね、明日ね報告させてもらいます。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。